5月5日第23回日本フットボールリーグ第8節、ピアティンミエにとってホームでの3試合目が朝日ガスエナジー桐蔭スタジアムで行われました。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今節はファンやサポーターが会場で観戦することができない無観客でのリモートマッチとなりました。前節を終えてピアティン三重の成績は2勝3敗1引き分けで10位。まだ今シーズンホームで白星を挙げていないだけに、この試合は何としてでも勝利したいピアティン三重。スターティングメンバーには怪我から復帰の菅野哲也選手が入りました。今節の対戦相手は現在6位とピアティン三重の前を行く宮城県のクラブソニー仙台 FC。 強い雨が降りしきる中、前半はソニー仙台 FC ボールでキックオフ。東からの風が吹く中、風下に立ったビアティン三重は序盤から積極的な攻撃を見せます。5分には大竹陸選手がボールを持って駆け上がると、左サイドから攻撃を仕掛けます。山藤健太選手から塩谷仁選手へとボールをつないで、最後は菅野選手がシュート。このシュートは惜しくも相手ゴールキーパーにセーブされますが、リズムを作ると10分には山藤選手がシュート。ピッチが雨で濡れていることもあり、果敢にミドルシュートを放っていきます。その後も先制点を奪おうと攻撃陣が奮起すると、守備陣もそれに応えるかのように好プレーを見せるビアティン三重。得点を挙げることはできませんでしたが、気迫が伝わるプレーを随所に見せ前半を終えます。後半に入ると11分、ビアティン三重は早い時間に選手交代。ベテラン佐藤浩一選手をピッチに送ります。その直後のフリーキック、山藤選手からのボールに大竹選手うまく抜け出して頭で合わせましたが、惜しくも相手ゴールキーパーに阻まれました。さらにコーナーキックのチャンスでは佐藤選手のヘディングシュート。ゴールとはなりませんでしたが、ビアティン三重がペースをつかみます。しかしそんな中で迎えた後半21分、ソニー仙台 FC にサイドから仕掛けられると、最後は詰めていた選手にゴールネットを揺らされました。ビアティン三重先制点を許してしまいます。追いかける状況となったビアティン三重、25分には流れを変えるべく高橋小太郎選手を投入します。そして後半36分、中盤で橋本拓人選手と池田直樹選手でボールを奪うと、池田選手がそのまま駆け上がり菅野選手へ、するとこれを落ち着いて決め、ビアティン三重が同点に追いつきます。これが菅野選手にとって移籍後初ゴール、ビアティン三重にとっても今季ホーム初ゴールとなりました。これで勢いに乗ったビアティン三重は43分、高橋選手からのクロスに穂積亮選手が詰めるものの、このシュートは惜しくもゴールポストに跳ね返されます。勝利をつかもうと最後まで諦めないビアティン三重でしたが、ここで試合終了のホイッスル。1対1の引き分けでホーム初勝利はお預けとなりました。